自主トレで汗を流す埼玉西武ライオンズの選手たちの中に、なんと私合流してしまいました。おはようございます、はい、朝の10時を回ったところなんですけども、すがしがしい一日が始まりますね。西武ですか。所沢にありますベルナドームの真横、ライオンズトレーニングセンターとカーニングフィールド、はい、来ました。ついに夢の、はい、実現企画、セット西武ライオンズ源田壮亮選手と自主トレに、取材に入らせていただけるということで、球団さんからも、許可いただきまして、夢です。すごい、今日はプレスとしてね、プレスとしてきちっと、源田選手を生で近くで初めて抑えるということで、なるほど、しびれます。しびれます。いや、ターニングフィールド俺初めて始まったね。めちゃくちゃ綺麗になったんですよね。まあ、俺の時代で言うと、まあ西武二軍球場、第二球場。おはようございます。おはようございます。お願いします。ベルーナドームの横にカーミングね。はい、限界体制ですか、やっぱり。そうですね、やっぱり WBC は侍日本代表ですから。そうですね、この先にいるんですね。中に入ればもう、選手たちがいるということなので。なるほど。基本的にはやっぱメディアですから、カメラを回すだけなんですけども、はい、心のどこかで、徳さんこっちおいでって言ってくれることを期待したい。ないでしょ。我々はまあメディアでありながらも、まあただの野球好きっていうこともありますから。ファンですから、だからって言っておいでとは言われない。そうですか。それないですか。ここでいきなり大事件発生。何かあった時用に。あ、そうですか。一応グローブ欲しい。おお、一応グローブ欲しい。おお、一応グローブ欲しい。おお、おお、おお、おはようございます。おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。来たよ。急に現れた。爽やか。大丈夫ですか。もちろんです、もちろんです。もちろん。行きましょう。マジですか。もうみんなやってる。マジですか。マジです。おいおい。じゃあちょっと自主トレしてくるから。いやいや。どういう状態。あ、分かりました。これもサブ。これサブ。サブのサブ。初めて入る。あれ、中村選手ですか、サッカーしてるの。はい、初めて見た。いきます。こっち新人合同自主トレか。そうっすね。新人たちに場所を取られてる先輩たちってことですか。そうっす。すげー、特別にとんでもないことがあっさり入れた。あっさり入れた。とりあえずあれアップなんて行きましょうか。わかりました。ほんとほんと、いつ大丈夫なの。一緒に手を使って。マジっすか。やばー、やばー。よかった、グラブ持ってきといて。いや、グラブしか持ってねえ。逆に。いや、いいっすよ、もう裸でも何でもやりますよ。そんなの。というわけで、源田選手直々のお誘いで自主トレ接近取材スタート。今回お邪魔したのは中村筋肉クラブ。大ベテラン中村武也選手筆頭に、キャプテン源田壮亮選手、柘植世那選手、川野亮太選手、山村隆義選手、そして滝沢夏生選手。そしてこの日のメニューは、先ほどやっていたアップ、サッカー、ダッシュ、キャッチボール、5、6球、ノック、バッティング、トレーニングと。メニュー自体はシンプルなものですが、みっちりとやっておりました。私もできる限りついていきました。そしてその後、ライオンズトレーニングセンターへ移動すると、またしても私にとって嬉しいことが。ちょっと源田さんキャッチボール誘われたので行ってきます。夢のような。そうです。夢かもしれないです。もうここからはあまり余計な説明はしません。美しすぎるキャッチボール、じっくりご覧ください。
ットコントロールいいっすね。すごい。ずっとコントロール。動きが全部一緒。はあ。キャッチボール見てられる。ずっと軽く投げてるように見えるけどな。あ、ごめんなさい。リプレイじゃないっす。かぁ。感覚狙ってるね。ボンボン。キャッチボールをしてなんとなく感じました。ただうまいだけではなく、何度も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 練習を重ねて感覚を研ぎ澄ましてきたんだろうなぁと。そうでなければこんなに正確な送球は実現できないでしょう。これが NPB ナンバーワンショートの送球といったところです。夢のような時間を本当に素晴らしいです、球団の方ありがとうございますすごいね。基本的にやっぱりピッチャーのフォームで体を大きく使って、きっちり投げるっていう、そこはもう常に意識してたんで、途中ふわーって投げたり、はい、ワンバン投げたり、やっぱ指先の感覚だろうね、こう投げる時のその距離感とか出力とか、あとをやりながら、でもリリースに関してはあんまり意識はしてない、はい、もうピッっていう感じらしいよ。感覚ですね。あの力感的にどんな感じなんですか。結構重き投げてたんですかね。いや軽く、もう全然今日は投げれてないですって。あ、逆に。やっぱね、それでもやっぱあの威力って考えた時に、源田選手って細いし、まあ、決して全然大きくないですけど、パワー系にやっぱ見えないけど、体の使い方とか、あとまあ手足じゃないから、そうですね、そこをフル活用できてる、もう典型的な選手なんじゃないかな。というわけで本日はキャッチボールまでお届けしました。明日はゴロ捕球ノック編です。もちろんなんですが、めちゃくちゃうまいです。超接近戦です。お楽しみに。